本日 Amazon からゴンタの組み立て式ステップ、ブラウンが届きました。小春ちゃんには、小春ちゃんはジャンプして普通に登れるんですけど、蘭丸くんが届かないんで買ってみました。蘭丸くん足短いからね。しかも米だから骨が折れやすいからね、ジャンプして折れないようにね、階段を買ってみました。早速作ってみます。はい、完成しました。作るのは特には難しくはなかったですね。このバンドをつけるのがちょっとあれだったぐらいで、制作時間はまあ5分あれば、まあ手が器用な人は5分もあればできる感じですね。自分は5分からちょっと10分ぐらいかかっちゃったんですけど、まあ結構丈夫な感じはします。で、設置してみましょうか。はい、設置し終わりました。ベッドがあってですね、で真ん中のところに置いてみた感じです。じゃあ蘭丸くん行ってみようか。蘭ちゃん使ってみようかね。お前が使えなかったら全く意味はないけど、ほらおいで、蘭、ほら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 、ほら蘭おいで。登った登った登った、来た来た来た、ベッドまで来れた、よかったね。おお、下った。よし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 。蘭おいで。蘭おいで。蘭丸。おいで。よしよしよし。よかったね。これでもう一人でも登れるよ。これだけじゃ動画の尺的にあれなんで、もう一個買ってきたもの紹介します。じゃーん、の読めないトリーツボール、おやつ大好き、まあ、おやつ中に入れて遊ぶおもちゃみたいなもんですね。行きつけのペットショップに売ってたんで買ってきてみました。早速使ってみましょう。この中におやつ入れるみたいです。あと、なんかですね、この緑のところから変な音が。すごい音が出るんですけど。まあ、試してみましょう。3個。はい、蘭ちゃん、見て。ほら。よし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 。え、待てよ、待てよ。よし。遊ばないの。どうね、わかるね。わからんね。匂いはするやろ、おやつの。お、ビヨビヨ言える。ほら、おやつの匂いはするやろ。頑張ってみ。なんちゃん頑張って。ほら。ほら、一個できた。一個できた。どっからできたか分かってないやろ。あ、ちゃんと取ってみろ。匂いはするけどみたいな感じ、ね、分からんか、なんちゃん分からんか。頑張って、なんちゃん頑張って。そんなか。待ってる、やり方として合ってるよ。
めた。ダメ。頑張って。伏せしても出てこいんよ。なんちゃん。伏せをしても出てこいんよ。どうしたの？どうしたの、ランちゃん。頑張って。ああ、諦めた。あ、見つけた。今回は残念ながら見つけることができませんでした。ね、もう一回頑張ろうね。ふんって言われた。もう入ってないよ。もう頑張っても。なんだ、伏せしても出てこないって。伏せしても出てこないって。ね、次頑張ってね。はい、バイバイって。バイバイ。